三義鉄道601系電車。三義鉄道601系電車。三義鉄道601系電車は、かつて三義鉄道三義線に在籍した通勤系電車。三義線の輸送力増強並びに、車両大型化を目的として、1981年、昭和56年以降、 西武鉄道より451系電車並びに571系電車を譲り受けたものである。先行して導入された501系、元西武501系電車が、西武在籍当時の車両番号、車番のまま導入されたのとは異なり、本系列の導入に際しては、雲波601系区波1601型という、新たな形式区分が付された。各の車番末尾は、 クモハ601、クハ1602、クモハ603、クハ1604といった具合に通し番号となっており、クモハ601型は全車機数車番を、クハ1601型は全車偶数車番をそれぞれ称した。なお、本系列によって代替されたのは、自社発注車も、ハ120系、モハ130系、クハ210系の各形式であったが、 同形式はいずれも、カルダン駆動の新性能車であり、それらが吊り掛け駆動の旧性能車である、本系列に代替されるという珍しい事例となった。1八十一年、昭和五十六年十二月から翌1八十二年、昭和五十七年三月にかけて四百五十一軽電車を種車とする六百一から六百五編成、二両、編成三本が、 1988年、昭和63年2月には571、軽電車を種車とする607編成、2両製1本がそれぞれ導入され、前車のグループは1997年、平成8年10月まで、後車は2009年、平成21年2月までそれぞれ在籍した。4編成いずれも霧妻形状の全面を有する20メートル級、3、 扉車体という点は共通しているものの451軽電車を種車とする601から605編成では行き先表示器を前面向かって左側の窓内側に装備していたのに対し571軽電車を種車とする607編成では前面向かって左側幕板部に独立した行き先表示窓を有した点が異なる。また、 屋根状ベンチレーターの種類、連結面間通道幅、乗務員扉の形状、材質、乗務員扉部手すりの形状等にも、種車の違いに起因する相違点を有した。導入に際しては、全商灯を、産儀式の大型ケースタイプのものへ改造し、車体塗装を、イエロー地に、車体裾周りをオレンジとした、産儀標準塗装へ変更した他は、大きな改造は施行されていない。 なお、607編成並びに区派1602.1604は、西部在籍当時は、側面アルミサッシが無塗装仕上げとなっていたが、塗装変更時に、サッシ部分も、車体同色に塗りつぶされている。601から605編成は制御機、主電動機ともに、国鉄正式の電空カム軸式 CS5 制御機、MT10 もしくは、MT15 主電動機を搭載する。 台車は、クモハ601型が TR14A、クハ1601型が TR11A といずれも小型釣り合い、量式台車である。これらはすべて西部在籍当時からの装備であり、導入に際して一切手を加えられていない。一方、607編成では制御機は c s 5主電動機は MT15 と主要機器は西部在籍当時のままであったものの、 台車については3位への納入時に装備していた、住友金属工業製のペデスタル式空気バネ台車、S40 を、上途後の整備に際して雲ハ607は TR14、AA、クハ1608は、小田急電鉄2400系電車の、廃車発生品である、住友金属工業製のアルストムリンク式台車、FS30S それぞれ完走した。 601から605編成は1984年、昭和59年3月に台車を、京王帝都電鉄で破1900系電車の、廃車発生品である日立製作所製場天秤式、ウィングバネ台車、KBD-107 へ換装され、乗り心地の改善が図られた。さらに区破1604は1988年、昭和63年に、 小田急2400系電車の廃車発生品である、アルストムリンク式台車、FS332、クハ1606は1993年、平成5年に西部701、系列廃車発生品である、ペデスタル式ウィングバネ台車 FS342 に、それぞれ台車を換装した。また、607編成は導入後間もなく、 クハ1608の台車を FS330 に乾燥した後、1989年、平成元年には、クモハ607の台車を KBD-107 へ乾燥し、他編成と台車の仕様が統一された。その他、603.605編成は西部より、購入した解体発生品を活用する形で、客用扉のステンレス無塗装扉か、 側窓サッシの無塗装化、乗務員扉のステンレスコマド化が順次施行された。607編成についても客用扉のステンレス、無塗装扉化が実施されている。一方で601編成は乗務員扉のステンレスコマド化が実施されたのみで、比較的導入当時の原型を保ったまま、運用された。その後、冷房車百一系、元西部四百一系電車の導入に伴い、 601、編成が1992年、平成4年5月20日付で、本系列発の廃車となった。603.605編成についても、801系、元西部701系電車導入に伴って1997年、平成9年6月15日付で603、編成が、同年10月12日付で605編成が、相次いで廃車となり、 西武451系電車を出自とするグループは全廃となった。なお、605編成は除籍前日の1997年、平成9年10月11日に、鉄道の引き年イベントの一環としてさよなら運転が実施された。唯一残存した607編成は、他系列とともに、一般の運用に継続使用されたほか、 三議線に在籍する唯一の吊り掛け駆動車という、希少性から各種イベントにおいても徴用された。1998年、平成10年に曰く8千608の台車額破千606の廃車発生品である FS342 に交換されるなど、手を加えられつつ運用された。しかし、751系、元西部新101系電車の導入に伴って、 廃車の方針が決定し、2009年、平成21年2月1日に実施された作業なら、運転を最後に、翌2月2日付で廃車となった。607編成は、パンタグラフ等を取り外した状態で、伊勢春田駅に留置されていた。607編成の助籍をもって、本系列は、形式消滅し、同時に、三義鉄道は、 参議選に在籍する全車両のカルダン駆動化、並びに冷房化率100%を達成した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。